うわぁ、儲けていらっしゃる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速飛び立ちますか。今回もゴーゴー行きましょう。今回行く島もね、この飛び盛りの時に2軒って言うんかな、呼び方2軒は村に行ったことのある人のところなんだけども、通信で出かけます。飛び盛りの時はね、ダラーン村とロンリー村に行ったんだけども、今回はね、ダラーン島らしいよ。はい、インターネットの島へ。ではインターネットに接続します。 OK。 ただいま、ダラリン島やっかがお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか。行きます。では良いフライトを、グッドラック。行ってきます。いいね、カモメの声。カモメなんかな、ドードーじゃないよね出発。着いたよ。アテンションプリーズ、陶器は間もなくダラリン島に到着いたします。可愛いんだけど。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午後0時36分、天気は晴れ、気温はそれなりでございます。陶器は間もなく着水いたします。めっちゃなんか夢の国みたいな感じやった。ほい、ということでダラリン島に到着。いいね、あれってさ、毎回思うやんやけど、私が乗ってきた飛行機のってことよね。これだ、プレゼントをご用意してありますって書いてくれとったんよ。え、嬉しい、うん、なるほど。そしてこの服装で楽しんでねということだね。お着替えします。んーと、純白のドレス、ヒヤシンスの冠、クールクール。あ、かわいい、めっちゃかわいいんだけど。純白のパンプス、スターなポシ、おお、いいっすね。え、このヒヤシンスの冠めっちゃかわいいんやけど。いいね、いいね。なんかイースターのやつってさ、めっちゃなんか頭の上に浮いとる感じやったやん。こんなにしっくりくるものなのね。え、めっちゃかわいいんだけど、プレゼントなんやろ。置いちゃったちょっと待って待って待って置いちゃった。開ける、スターライト、ヒアシンスのランプ、お、嬉しい。ちょっと待って、一回置いてみていいですか。そのまんまだった。なるほど、自分の島じゃないと見れないのね。 OK です。あ、いいね。なんか入ってすぐにこういう感じで、やっぱ滝をこういう使い方するのいい感じやね。なんかモニュメント的な感じで、うん、へえ、すごい。え、てかノームの置物ってこんなパステルチックな可愛いやつあるんや。え、何ここ、なんかめっちゃドリンク、フード、こっちはこっちで、なんかニュー、いいね、パフェみたいな感じかな。え、てかあれか、スタバみたいな感じ。めっちゃ可愛いんやけど、この辺一帯がなんかそういう食べ物とかいろいろ。え、可愛い、見てこれ猫なんだけど模様、めっちゃ可愛い。こっちは鳥かな、人参乗ってる、キャロットケーキ、へえ、フレッシュ、フレッシュフルーツ、ユキ、いいね、いいね。え、なんなんやろ、ここ一帯がなんかちょっとしたイートインみたいな感じなんかな、イートインというかカフェ、いいな。なんかこういうね、広々とした感じで、え、新しい、え、ちょっと待って、ちょっと待って、噴水もこういう感じのがあるんや。私噴水めっちゃ普通な色じゃなかったね、見て、なんかこれ一匹だけノームの置物、めっちゃ悪そうなやつおるんやけど、サングラスかけてる。あ、これはなんか鼻メガネなんやね。サンタさんみたい。あ、一個一個微妙に。違いがあるんや、ちゃんと置物って。色が違うだけやと思っとった。ね、素朴な感じの顔に。これちょっとなんか、
なんていうんやろ、まぶたが重そう。まぶたが重そう、そういうこと。あ、そうそう、私このこれよ。あれってさ、星のかけらよね。あの流れ星に願い事した次の日とかに降ってくるやつ。あんなでかいの私今んとこ降ってきたことないけど、でもあれやね、あれさっき飛行機の眺め、あっこから見た時から思いやったんやけど、そっか、それを飾るという方法があるのかと。かわいい。あ、いいねいいね。やっぱ外にこういうくつろぎスペースがあるのがいい感じなんかな。お、ここはゴミ捨て場ですか。こういう感じ。なるほどね。なんかそういう、あ、このお店のってことかな。そういうことかもしれない。はい、そして、あ、見てこの子びっくりした顔しとる。かわいい。いいっすねいいっすね。うわー、いいなー、浜辺をこんなおしゃれな感じで使えるのか。こうなんか互い違いになってる感じもすごいかわいい。いいねいいね、浜辺。私こんなおしゃれにできてないわ。全くできてないわ。はい、それじゃあちょっと、ここはベーカリー、パン屋さん、ケーキも売ってるっぽい。お邪魔します。おー、すごい、なんか思った以上に豪華なケーキだった。普通にあのショーケースに入ったショートケーキとかを思い浮かべとった。全然違ったわ。あれかな、イベント専用とかのケーキ屋さんかな、要予約みたいな。お、左は教会やね。あ、なに、教会の横でもうなんかそのウェディングケーキを作っちゃってる感じ。そういう感じっすかね。すごいなぁ、綺麗。いいねいいね、やっぱこういう感じのもいいよね。なんかピンク系ばっかりちょっと思い寄ったけど、教会の。はい、そして奥の部屋へ。お、奥で、ここでケーキが作られるんやね。あ、この色のミキシーやって。この色のミキサーいいなぁ。私、あったやつ何色やったっけ？白か水色。なんかそんな感じの色やった気がする。やっぱね、なんか家具とかパステルチックな色がいいよね。かわいい。あ、ピザも焼けよりやん。よき。よき。こんな綺麗に配置できないんですけど、私。そっか。このフライパンとかかけとるやつってさ、横にかけるっていう手もあるんやね。私正面しか考えてなかった。キッチンの正面しか考えてなかったよ。はい、そして、右の部屋へ。あ、トイレ。めっちゃ広々としてる。おしゃれー。なんか、あれやね。鼻のいい匂いがしそうなトイレやね。いいな、いいな。こんなとこでくつろげてしまうのか。いや、でも私、思ったんやけどさ。何、男の人のトイレは入ったことないけんわからんねえけど、女子トイレってさ、座るところあったりするよね。場所によるとは思うけど。私大学とかのトイレでもさ、中に座るスペースあったもん。便器以外でね。当然ながら、便器以外で。まあみんな大体そこでお化粧をするということなんだけど。はい、上の階へ。あ、かわいい。え、めっちゃかわいい。え、待って待って待って。ほら。あさみさんときぬよさんのポスター。あれも、あれかな。この何？パニーさんのところで呼び出したら、買えるようになるってことか。なんか、商店街勢も、いけるんすか、そういうの。え、待って、ラグかわいい。めっちゃかわいい。え、多分これは、前デザインよね。え、超かわいい。めっちゃかわいい。ここは、あ、多分これ布の部分がいろいろ変えれるんやな。ほうほう。すごーい。ここでお裁縫をしているんすね。いいね、いいね、なんか。てか、
こんなにも物を揃えられないんだが。すごすぎる。かわいい。はい、そして地下へ。おー、びっくりした。何この空間。めっちゃ幻想的な空間へやってきた私。いいね。吹けたりするかと思ったけど、吹けんかったわ。え、すごーい。めっちゃ綺麗。いいね、いいね。ふわー。すごー。幻想的。こういう感じの壁紙を私は活かしきれないからな。良きだね。これセットってことよね。この下の床と。素晴らしすぎるじゃねえか。はい、お邪魔しましたー。全体的にすごい上品な感じの一軒だった、ここは。そして、あ、こっちも入れるお家ということかな。お邪魔します。この扉いいね、かわいい。違った。めっちゃ普通にちゃちゃ丸。あれ、お前ひょっとしてこの島のお客さんか？おいらちゃちゃまるって言うんだ。よろしくな。筋肉の子ならこの島の誰にも負けない自信があるぞ。何でも聞いてくれ。というわけで、ダラリン島の筋肉番長、ちゃちゃまるを今後ともよろしくな。ラブ。そういう系統なのね。めっちゃこう、キラキラとしたお目目をして、筋肉系なんすか。ちゃちゃまるかわいい。私最初ね、顔だけ見たとき女の子かと思ってたんよね。ここは普通に動物の家だったわ。お、ビーチ。おー、あ、そう、こういうのいいよね。いいな、いいな。そう、やっぱ、海ってさ、シャワーとかあるよね。めっちゃある。超ある。なんかすごいおしゃれなんだけど、急激にいかつい怒りが来たけど。そう、このね、周りを飾ってる、おこの周りを飾ってる星のかけらたちがめっちゃ可愛いって思ったんよね。てか、こんな巨大なのが落ちてくることがあるのね、そのうち。え、いつになるだろう、それは。え、すごい。あれやん、海辺でピアノまで聴けてしまう。いいっすね。じゃ、まず、ここに。ここ海の家ってことかな。え、なんかめっちゃオシャレなんだが。何ここ。ここは何？何か受付みたいな感じ。え、何の受付だろうか。待って、左の部屋へ。ここ、アロママッサージとかそういう感じかな。なんか、そういう感じよね、きっと。いいね、いいね、いいね。海が近かったけん、オイルマッサージ的な感じかな。こんなオシャレな場所でするんすか。超絶オシャレなんですけど。全体的になんかウェディング家具めちゃくちゃ使っとるね。ウェディング家具をここまでなんかいい感じに生活に組み込めないんすけど。この絵は何？これはあれよね。別に、つねきちのとこで買うような絵ではないよね。こういう感じじゃないもんね。歴史的な。普通に売り寄るってことかな？たぬき商店。お、奥は、ここは多分社員さんたち。従業員の人たちの部屋ってことやね。業績は右肩上がりっぽい。良き。良き。なんかすごいあれやね。昔ながらの電話。そしてファックス。私、正直ファックスとか使ったことないんだけども。全然、一回も使ったことないんだけども。はい、そして。でもなんか、おしゃれすぎて入るのためらいそう。はい、右の部屋へ。あ、右は左と対になっとるってことやね。こっちも。きっと、エステだ、マッサージだ、そういう類のことをする場所なんだろう。新鮮なフルーツまで置いちゃって。はい、そして2階へ。もう入り口をこの席で待ち寄る間からドキドキしそう。え、2階では食事までできるんすか？
これ何？食事。あ、これ。え？これもしかしてあれ？予約中ってこと？別にこれ、食べ物置かれてないよね。なんか紙と、ぐちゃぐちゃぐちゃって書いて何かが置かれとる。え、多分、予約中ってことやろ、これ。え、すごい。多分、VIP の方がこの部屋に来るんやね。え、すごい。そんなのもあるんや。はい、そして、地下へ。え、ふわー、儲けていらっしゃる。めちゃくちゃ儲けてるじゃねえか。これはちょっと一段高くなって、机ってことか。すごい、やば。そしてなんかめちゃくちゃ頑丈なセキュリティって感じ。うわ。やばい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 。見えた？透明じゃないと見えんのかな？上にね、なんか6台、左右6台ずつぐらいのね、監視カメラがあるんよ。怖っ。なんか怪しい匂いが。大丈夫？なんか、悪徳な、悪徳なことやってない？めちゃくちゃぼったくりとか。だからこんなに豪華なのか。まあ、儲けてそうな感じの内装はしとるよね。なんかそんな感じはしとるよね。ふえー。そしてちょっと、気になった、こっち。なんなんだろうか。工事中っすか、こっち。入って大丈夫っすか。何がされているんだろうか。え？なんかロケットが発射されて、なんかここから、あれか？探査機みたいなのが。お、こっち！ロケットあった。なんかこっちの方ではあれなんやね。まさか、島の一番奥では、こんな感じで、宇宙へロケットを飛ばそうとして、すいません。関係者じゃないけど入っちゃいました。え、すごいなんか。へぇー。なんかあれよね。遊び心があっていいよね。こう、綺麗とか可愛いだけじゃなくってさ、ちょっとえみたいな感じのところがあったりとか。すごいな。そんなことまで考えて作れんもん、全然。ほぼなんかリアルというか、現実的っていう感じを。お、アップル、オレンジ、ピーチ、ペア、チェリー。ここは何？あ、ここもさっきのカフェの続きかな？あの上の。あ、ってことは上は全体的にそういう巨大なカフェというか、そういう感じってことかな？この家めっちゃ可愛くない？この家超可愛くない？誰の家？アップル。ハムスターの子や、ハムスターの子。思ったんやけどね、自分とこと同じ住人さんがおる場合ってどういう感じの反応になるんやろ。ここは果物を売り寄るとこってことかな。果物市場的な。え、こういうのあるんや。へぇー。あ、これもなんか秋になったらゲットできるって感じぽいよね、ぽいよね。え、すごーい。ハニー。蜂蜜。あ、すごい。へぇー。待って待って、私さ、この養蜂箱の横にあんなのついてること今初めて知ったんやけど。え、私の家の、家っていうか、私の島にある養蜂箱の横にもあんなのついてる？私、あの、アンチョビの家のところに置いとると思うんやけど。え、知らなかったぞ、私。お、そしてやっぱり蜂蜜やけん。熊たちが。熊たちがいるね。かわいい。そう、クマを使ってね、ちょっとファンシーな空間も作り出したいなと思いつつ、どうやればいいのかがわからねえ、私のセンスのなさ。やばすぎて、やばすぎて。奥に行きますと、そう、プールもね、置きたいなと思いつつ、どこに置けばいいのかが、お、びっくり。そうか、今日はトタキキの日ですね。あ、ここが、ミミさんの家ってことかな。庭が広い。ウェルカム。お邪魔します。待って、ピクニックバスケットめっちゃ可愛いやん。私んとこなんか超普通やったけど、こんなパステルチックな感じにできるんやね。はい、それじゃあちょっとお邪魔します。あ、あ
れだね、ミミさんの家の中はすごい生活感、ふう、ちょっとほっとしたぜえ、待って、洗濯機可愛くない？え、めっちゃ可愛いんだけど。てか私んとこさ、ドラム式ないんだけどドラム式洗濯機ないんやけど、え、普通になんか上からパカって開けるパターンの洗濯機しかない。いいな、いいな、この掃除機も欲しい。私が求めとる生活感ってこういう感じなんやけど、全然そういう感じのものがゲットできないんだ。あ、これなんか、え、これはちゃんとさ、これ置いとるけん揺れやん、それとも関係なく揺れやん。あ、ちゃんと扇風機が向いた時に揺れやんやね。すごー、連動しとんや。へー、そんなことも知らなかったぞ、私は。なんか私洗濯物のさ、干すやつあんなに綺麗じゃないんだけど、なんかちょっとボロっちい感じのやつゲットしたけん、置きづらいなって思いよった。お、左の部屋は子供部屋っぽい感じやね。お、お魚描いてるやん。絵描いてて、これはなんだ？何の雑誌やろう？観光系かな？街並みっぽい感じ？ほうほうほう。あ、え、ここもしかして豆吉と粒吉の部屋的な感じ？なんか双子っぽいやん、この部屋自体。ロフトベッド2つあるし、あのポスターももらえるんやね。ちゃんとあつ森仕様やん、ポスター。え、そうなんすか。ね、なんかめっちゃこのさ、作られてる恐竜、恐竜なんかな、ポケモンのヌオーにしか見えんねえけど。それっぽくない？私こっちのパターン、こっちのパターンさ、マミーさんの家に置いてあるんやけど、男の子版あるんやね。へー。ピース教えて、奥の部屋へ。お、あれ？ここも？ここもなんか、子供部屋？双子のお部屋？でもしてることはなんかちょっとお裁縫するようになっている。さっきはなんかもっとね、おもちゃとかあって子供部屋って感じやったけど、ここはなんかちょっと成長したんすか？若干ね、部屋も大人っぽくなって、ほらなんかファッション誌、男性用ファッション誌みたいなのに変わっとる。教えて。二人住んでるけん洗濯機も二つあるってことか。ふい、右側の部屋へ。別々の洗濯機ということはそんなに。お、しずえさん、ここしずえさんのお部屋？なんかそんな感じのイメージの服というか、上品げな服が。シェアハウスということだね。なるほど、なるほど。ん？ということは、左側多分豆吉つぶ吉の部屋で、奥は誰の部屋やったんやろ？豆吉つぶ吉？かな。で、ここはまあ確実にしずえさんのお部屋であろう。ほうほう。いいっすね。ほい、そして、2階へ。もうなんかかっこいい。トタケケ一緒に住んでるの？トタケケ、ここから広場に向かったのか、今日は。ウォーターサーバーかっこいい色のあるんやね。ん、そしてこれは、音楽系の雑誌なんかな？いや、なんか普通に、ジャンプとかマガジンとかそんな感じ？かな？そしてほら、歴代のジャケットたちが。すごいね。あ、ここで曲とか作ったりしようんや。かっこいい。超かっこいい。ギターめっちゃ持っとるやん。いいね。このグリーンのかわいい。ちょっとパステルグリーンみたいなの。へー。すごいな。この空間でトタケケのいろいろな音楽が生まれているんだね。はい、そして地下へ。おー、地下はちょっと思ったけど、タヌキチ。ひやーひやー、金の匂いがする。
ちょっと不穏な音楽が流れているのは すごいなぁ。あ、やっぱ趣味のゴルフ行くんすね。そして金塊が大量に積まれている。あれは一体何のトロフィーなんだろうか。なんか優勝旗まであるよ。田中吉なんか仕事しようんかな、ここで。うわぁ、成功してるわぁ。まあね。島を買うぐらいだしね。めっちゃいっぱい鍵があるよ、あっこに。やば。ここでまだ何かしら商談が行われているんだろうか。次は何の施設をこの島に誘致しましょう。ひえはい、お邪魔しました。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。